皆さんもお風呂は入りましたかここは眠れない皆さんが集まるカフェシーパルシープです。入店条件はお風呂に入っていることだけ。本日も一日を終え、頑張ったお客さんたちで賑わっています。ということで、まだ起きている皆さん入店ありがとうございます。シーパルシープの時間です。ラジオの電波は FM79.7MHz。アプリはリッスンラジオ。 毎週のラジオを弱くして放送しております。メッセージは、のんのん、igq アットマーク、gmail.com、non、non,ig 数字の、q アットマーク、gmail.com までお待ちしております。それではお時間まで、私たくしののんしゃべりに、皆さんお付き合いください。 皆さんこんばんは、シーパルシープのオーナーのノンです。はい、始まりました、第2夜。先週は、そう、ない、記念すべき1回目の先週は、早速自分の番組名を間違えるというハプニングが起きてしまったんですけど、皆さんお気づきでしたかまあ、気づいてなければね、うん、いいかなと思って。気づいてた人は、まあ、 ちょっと、C、で言わないで言わないでね <laughs> でもまあ私が言うことによってちょっとバレちゃったけどまあ忘れてください <laughs> 本当になんでこんなね言いにくい名前を付けちゃったんだろうって私は思ってますでも、まあ、ちゃんとした理由があるんですあるんですけどまあ2回目でねその理由を言うっていうのもちょっと早いかなと思って ま、ちょっと、後に、撮っておきます。あのー、必ず、名前を、の、由来を、言う会は、ま、後で、作るので、また、その時に、皆さん、聞いてくれたら、嬉しいな、と思います。<laughs> で、あのー、2回目から、私、皆さんに、その、メールを、送ってほしくて、先に、本当は、 ね、テーマを発表しとこうかと思ったんですけど、なんと、ちょっと考えるのが遅くてですね。<laughs> 撮る、撮、何収録の日というか私今、あの、自分の携帯で収録してるんですけど、その空いてる時間に撮ろうと思って。時間も読めなかったらね、ちょっと言い訳になっちゃうけど。そうそうそう。で、 なので、その皆さんにできなかった、お知らせできなかったよっていうのをちょっと謝りたいです。すみません。来週のテーマは今日の終わりに発表するので、またその時に送って、来週から感想とか、そのテーマメールについてとか、あ、テーマメールについてって変か。 <laughs> テーマについてとか送ってくれたらとても私喜ぶので皆さんいっぱい送ってくださいお願いしますあの先週の放送をあのツイッターで言うあそこのこれ実はぜイ,ンイントロじゃなくてオープニングで言うの忘れちゃったんだけど FM 技能案の YouTube でも上がってます YouTube で上がってるよーっていうツイートをしたらみんなみんな、うん、ずっと結構コメントくれる人も多くてとてもなんか嬉しかったですあのちょっとね土曜日の23時30分ということでちょっと遅い時間だからまあ寝てる人は、ね、寝ちゃってる時間なのでそのまあ聞ける人はその。 リアルタイムで聞いて、もし、私のラジオを空いてる時間に、時間を使って聞いてくれる、聞いてもいいよっていう人は、あの、聞いてあげるよっていう人は、YouTube で聞いてほしいなと思います。まだまだ、あの、感想もいっぱいお待ちしているので、皆さん、待ってます。<laughs> <laughs> じゃあ早速第2話今日は何のテーマについて何の本日のおすすめは何でしょうたらん忘れ物私私 <laughs> 間違えた噛んじゃった <laughs> 私あの忘れ物がねすごいひどくてなんかね 準備するのがねちょっと苦手なんですちょっとやばいですよねそのすごいデメリット私のデメリットじゃないね血管部分 <laughs> 準備を、ま、できたって思っても何か一つ必ず忘れてるんです本当にこれは直したいんだけど今日も今日学校だったんです今日は撮ってる日はえっと今日は4月 11日の木曜日なんですけどと今日はね学校に行きましたで学校でお弁当を私持って行ってるんですけどお弁当をね図書館に忘れてきちゃって <laughs> でそのね帰る時に「列車今日も学校終わったら帰ろう」ってなって帰って車走らせてって10分くらいしたら。 あれなんか、弁当箱、ないかもってなって、みや、車内ね、見渡してもないんです。左見てね、助手席、ない。ちょっと後ろ見て、後部座席、ない。<laughs> 学校だと思って。私、午後はね、図書館にいたんです。なので、絶対図書館だと思って。もう、あのね、なんだもう学校に、 U ターンして戻ってもうもうねでもそのまあ、戻るのは別にいいんですけど長な,なんだちょうど混み始める時間なんですよなのでもう急いで学校に戻ってもう何もう走って <laughs> 走って図書館まで行って私が ね、いた席に行って、まあ、ちゃんとお弁当はあったんですけど。で、戻って、車に戻っても超、急いで家に帰るみたいな。もうそれが、なんか今日だけじゃないんです。うんうん。なんか今日はお弁当だったけど、絶対なんか何か一つ忘れるんですね。で、あと最近ひどいのが、 もう忘れ物って言ったらちょっとちょっとちょっと外れるかもしれないんですけどちょっと脇道にそれちゃうかもしれないけどの車のね止めた場所を私覚えられなくて必ず写真を撮るようにしてるんですあの大型ショッピングセンターに1人で行く時は私よく1人で買い物とか行けるタイプで。 行けるタタイイププというかそれが好きなタイプで結構一人でショッピングとか行くんですけどその時に必ずあのー、写真をねここに留めましたとかあのあれがあるじゃないですかなんか特に大きいところだとその A からなんかもう F くらいまでかな分かんないけどアルファベットが振ってあってねアルファベットが振ってあってその。 ここの地域は A だよ。ここの地域って言うほどで、なんか、ここの区画は A だよとか、ここの区間は B だよとか、なんかそういう大きい、ちょっと、大きいかな。ちょっと <laughs>、ふの中で、看板みたいなのがあるじゃないですか。それが映るようにして、写真を撮ってるんですけど、なんと、その、そこまでの生き方を忘れるっていう。例えば、その、 A ってとこに染めたとするじゃないですか A は覚えてるんです写真に撮ってるしだけどあの A がどこの出口から出たら <laughs> A にたどり着くのかとかも分かんなくなっちゃってしかもねプラス方向音痴なんですとってもとっても本当にトイレ行く時に右から右曲がってトイレ入ったらまた出る時右曲がっちゃって 分かんんなななくっっちゃううていうタイプなんですねその出る時と入る時が同じ方向に行けばつくと思ってるアホなタイプなので <laughs> であのまあ出口がわかんなくなる時はまだなんかもう出てもう一瞬すればわかるからいいんですけど最近よくあるのは。 の止めた回を間違えちゃって1周してもないっていうパターンがあって <laughs> やばくないですかその絶対ここだって止めたはずのところにないんですよでまあ私のことだからまあ記憶違いかなとか思ってもう1周するんですどこにもないんですよで気づくんです私途中で 違う3階じゃない4階だとかしかもそれ1階だけじゃなくて <laughs> もう2階とか3階とかもよくあるんですもうどうしましょう皆さんなんか解決策とかあったら教えてください <laughs> あもう本当にあのー、私まだ二十歳なんです二十歳でこれってやばいですよね なんか60歳とかになった時が本当に怖くて、ね、最近本当に会う方もねラジオ局にバイトに来てからすごく増えたんですけどあの顔と名前を覚えるのがすごい必死で覚えてて本当に今までと交流する方の数が本当に違うので皆さんなんか私が「はじめまして」とか言っちゃったら本当にごめんなさい。 あの、悪気があって言ってるわけじゃないので許してほしいです <laughs>。じゃあ、一旦、一ったんじゃないな <laughs>。じゃあまあ前半の、のんの本日のおすすめはここら辺にして、じゃあコーナーの方に移ります。はい。本日の店内 BGM。このコーナーでは私の好きなアーティストや、 最近注目しているアーティストを紹介したり私の最近の音楽活動のお話をするコーナーです早速本日の店内 BGM を紹介しますコーさ,さんでタバコはい皆さんこれーさ,さんのタバコお楽しみいただけてますでしょうかそれではまずこれーさ,さんについて軽くご紹介しますーさ,さんは 大阪府出身のシンガーソングライターで2017年8月9日にこれカラでデビューメディアへの顔出しは一切なしでライブのみで素顔が見れますメディアの出演の際はレコちゃんっていうクマのキャラクターで顔を隠してて、まあ、アーシャもそれになってますねアーティスト写真もこれになってますで栗沢さんのまあ レサーさんといえば、まあ、メディアの顔なし顔出しがなしというのと本当に特徴的な声あの皆さん今タバコを聞いてくれてると思うんですけど特徴的な声ですごく可愛くて、うん、私の結構憧れではありますね <laughs> じゃあちょっとこれーさ,さんとの出会いからちょっと話していこうかなと思います正確には覚えてはないんですけどちょっと2パターンあの私がこれじゃないかなっていうのがあってまず1つ目はたばこを YouTube で聞いたのが最初か高校の友達に勧められたがどっちですどっちか だと思います多分タバコを聞いてそのこれ澤さんのことを好きになってでその仲良かった友達に「最近これ澤さんハマってるんだよね」って言ったら「あ私も好きなんだよね」って言ったのが言ったって流れだったかなまあそこはまあどうでもいいんですけど。 もともと私より先にその友達がこれ澤さ,さんのことがすごく好きででも今では私の方がハマっちゃってっていう感じなんです本当にライブね行きたいんですけど本当に私学生なのでお金がないっていうのもあるしあのねこれ澤さ,さんの 活動拠点がまあ内地なので沖縄に来ることが本当にめったになくてやっぱね沖縄にいるとライブに行くってなるとちょっとまあ費用がかさむっていうのもあってまだ行けてないんですけどやっぱりメディアへの顔出しをされてないのでまあライブでちょっと素顔を見てみたいなっていうちょっと下心もありつつ。<laughs> でも何より私が見たいのはライブの演出が見たくてえっと YouTube の方に確か公式であのなんだっけライブ映像が上がっていると思うんですけどやっぱそこでも顔出しは、まあ、しないし顔が映らないようなカメラの角度だったり、まあ、カットの仕方だったりで顔は映ってないんですけどすごくライブの演出が すごく楽しそうで私がライブをする時は本当にちょっと緊張しちゃうからそのまだ殻を破れてない部分が多いというか完全に「私」って感じでは、まあ、できてないですけどもれさあさんはやっぱすごい「これさ」って感じのなんかかわいいがやっぱりコンセプトだと思うから。も服ももとてもか カーリーで可愛いし演出もなんかちょっとポップな感じですごく、まあ、いいいいライブなので私はまだね YouTube の動画でね我慢してるんですけど本当にいつか行きたいいつかっていうか本当に今年か来年かいつもね夏にツアーやってるから今年はちょっと無理かなと思うけどまあ来年とか そのの割があるんんですねーさ,さんのライブはちょっと高校生までだったかちょっとあやふやだけど大学生まで行けたらいいな <laughs> と思いつつまあライブ演出もすごいんですけどやっぱね歌詞がすごく私が好きで、まあ、女の子の心を繊細に書いてる歌詞がとても多くてやっぱりねあの女心ってすごく難しい数学より難しいって。 よく言われるじゃないですか私はね女子なので、まあ、数学の方がむずいでしょうとか思うんですけど、まあね、すまあそうだよね数学は答え一つだけどもう女子の心って人によって違うの違う答えが返ってくるのもあるしねまあ、大変かなと思うんですけどまあそんな 女の子の心をすごく繊細に描いている曲が多くてかと思えば少し危ないちょっと夜の話だとか、まあ、少し踏み込んだ内容の曲もあったりとかあとはすごい独特な視線からの曲がたくさんまあこれは聴いてほしいんですけど「まあ、君とインドカレー」っていう曲があったりインドカレーの曲ですあと「君とぬいぐるみ」っていう曲があったり。 これはうんとなんだゲームセンターに行くお話ですねお話じゃない曲です <laughs> あとあそうそうで、まあ、今あえた2つも「君」っていう言葉が入ってると思うんですけど他にもいろいろ「君」シリーズがあって「君と」とか「君のシリーズ」がたくさんあって私はもう、まあ、勝手に「君と君のシリーズ」って呼んでるんですけど <laughs> その曲がおすすめなので皆さん聴いてみてくださいはいじゃあそうですね今日は前半をあ一夜と同じように前半をちょっと喋りすぎてしまったのでそろそろエンディングです早いですね私これ実はまた喋りすぎちゃう <laughs> これ実はねあのー、ここの部分取るの2回目なんですオーバーしすぎちゃってじゃあエンディングに行きますさてそろそろシーパルシープも閉店の時間が近づいてきました皆さんも眠たくなってきましたか本日もノンのおしゃべりに付き合っていただきありがとうございました来週ののの来週の本日のノンのおすすめは子供の頃のお話 皆さんの子供の頃のエピソードをお待ちしております。メッセージは、n o n o i g 9 g m a i l c o m nonig n o 数字の9 g m a i l c o m までお待ちしております。それでは、バスタイムとともに、皆さんを夢の世界へお連れします。おやすみなさい。